どうも、ミミシキです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は動画編集ソフト、ビデオプロック Vlogger で動画にナレーション、アフレコを入れる方法をご紹介したいと思います。ビデオプロック Vlogger を知らないって方のために簡単に説明すると、Windows でも Mac でも使える無料の動画編集ソフトで、そんなに凝った動画を作らないので、無料で操作が簡単なものがいいって方におすすめの動画編集ソフトになります。はい。で、最近動画コンテンツを作る人が増えてきていますけども、動画にナレーション、アフレコを入れたいって方も多いんじゃないでしょうか。例を挙げると、YouTube などで顔出しをしない動画を作りたいって人であったり、Udemyなどの教材用のコンテンツを作りたいって方、またお仕事なんかでプレゼン用であったり、あと資料用の動画みたいな感じ、例えばパワーポイントとかキーノート、キャンバとか Google スライドで作ったスライド画像に解説用のボイスね、ナレーションを入れたいって方、そういった方はこの動画が参考になると思います。それでは実際の操作画面に画面を切り替えていきましょう。はい、ではまずこんな風に料理をしている様子の動画があるので、ここにナレーションを追加していきたいと思います。事前準備として、ご自身のパソコンに音声を収録するマイクが内蔵されてないって方は外部マイクを接続してください。ナレーションを挿入したい箇所に再生ヘッドを移動させます。で、タイムラインの上にあるこのツールバーに、このマイクのアイコンの録音っていうボタンがあるので、ここをクリックします。するとボイスレコーダーっていう表示が出てきます。で、ここの真ん中のメーターがピコピコ動いていたら、自分のね、話している声が録音できるっていう状態にあります。下にある録音デバイスっていうところをクリックすると、どのマイクで収録するかを選ぶことができます。あとはこの真ん中の開始のボタンを押せば録音がスタートします。では実際にやってみましょう。卵をよくかき混ぜます。食材を食べやすい大きさに切って、フライパンでよく炒めます。終了したら停止ボタンを押します。録音が終わると試しにチェックすることができます。ここでチェックして OK でしたら保存を押して、ね、もう一度やり直す場合は廃棄を押して、もう一回録音取り直ししましょう。保存をクリックすると、はい、オーディオトラックにナレーションの音声が追加されました。実際どんなものか試しに聞いてみましょう。卵をよくかき混ぜます。食材を食べやすい大きさに切って、フライパンでよく炒めます。うん、はい、OK ですね。こんな感じにナレーションを収録することができました。また画像にナレーションを入れたいのであれば、事前にこんな感じに先にナレーションを取っておいて、そのナレーションに合わせてスライド画像を当てはめていけば OK です。はい、もうほんとこれだけ、めちゃめちゃ簡単です。はい、いかがだったでしょうか。今回は動画編集ソフト、ビデオプロック Vlogger で動画にナレーション、アフレコを入れる方法をご紹介させていただきました。はい、ご覧の通り、方法はもうめちゃくちゃ簡単です。要は、あとはね、上手に自分が喋れるかどうかですね。画像、静止画にナレーションを入れるっていうのであれば、そのトーク、話し声に合わせて、いくらでも画像の長さは調整できるので、ナレーション原稿、台本をしっかり作れば問題ありません。動画に後からナレーションを入れるっていうのであれば、
その時間はある程度決まっているので、その時間内にきっちり収まるようにどんなナレーションを入れるのかを考えるようにしてください。ビデオブロック Vlogger についてもうちょっとね詳しく知りたいって方は、再生リストの方にビデオブロック Vlogger に関する動画をまとめてありますので、ぜひそちらの方からチェックしてみてください。はい、といった感じで今回の動画は以上になります。このチャンネルでは動画や IT を活用して日々の生活を豊かにする情報をお届けしています。もし興味を持っていただけたら、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。この動画が少しでもためになった、参考になったという方は高評価、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。